が福岡を中心に九州の魅力を発信するナッセチャンネル。福岡、熊本、北九州のグルメを取材して30年、ナッセ編集部が自信を持って提案できるお店を厳選して動画でお伝えしていきます。さて、本日ナッセ取材班が伺うお店は博多駅筑紫口から徒歩3分、このビルの4階にあるどげん会。うまい魚料理が楽しめると近隣のサラリーマン、OL さんだけでなく県外の旅行者も多数来店されているそうです。評判が評判を呼び、魚料理のワンダーランドと称されるほど。早速人気の秘密を探りにお邪魔させていただきます。失礼します。エントランスでまず第一の発見、見てください、この大きな生けす。え、ここはビルの一角ですよね。2段式の大型生けすはなんと5メートル。中にはものすごい数の魚が元気に泳いでいます。輸送が難しいとされるイカの姿も。これだけ大きければ魚もストレスなく泳げますよね。この生けすから揚げたばかりの新鮮な魚を息づきで楽しめるのがこちらの特徴。この日は生きのいい石垣鯛とカワハギを選んでいただきました。卓上には刺身醤油、生醤油、ポン酢の3種類があります。まずはお店オリジナルの醤油につけていただきます。コリコリプリプリ、身の引き締まり方が全然違う。この弾力こそ鮮度のいい石垣鯛の証。ピチピチの魚を素早くさばく職人技が実に見事。厚さや包丁を入れる角度、引き方など素人にはわからないミリ単位での繊細な技こそ、生き作りの美しさを引き立てている秘密なんです。さばいた魚を間髪入れずにお皿に盛り付ける、これがまた見事。技と一体となってアートになった美しい一皿、見ているだけで惚れ惚れしてしまいます。この大きさで4人前ぐらいだそうです。食感はもちろんのこと、甘みのある脂の乗りがよく、白身の旨味をしっかりと感じ、取材を忘れてしばし堪能してしまいます。コリッコリと噛みしめるたびに、九州ならではのほんのり甘い醤油と相まって、口の中で最高の旨味となって消えていく。こりゃたまらん。ポン酢でもいただきます。甲乙つけがたい。魚自体が新鮮なので、何をつけて食べても美味。ぜひ食べていただきたいです。オリジナルのお醤油は県外のお客さんが持って帰りたいというリクエストを受け、店舗でも販売することになったのだとか。その気持ちわかります。納得。聞けばこの魚、糸島の漁港を回り直接仕入れているとのこと。糸島は福岡県の北西部に位置する半島。福岡市の中心部から車でわずか40分という距離ながら、玄界灘に面した糸島半島は美しい海岸線が続き、豊かな自然が広がります。生けすを備えた自社車両で足を運び、仕入れ担当スタッフが選び抜いた魚をお店まで運んでいるそうです。毎朝往復2時間かけ、しかもそれをほぼ毎日。元気に魚が泳いでいる理由に感動しました。この日はブリ、タイ、イサキ、スズキ、オコゼ、アラカブ、コブダイ、カワハギなど20種類ほどの魚が約150匹。圧巻。ちなみに魚だけでなく、糸島豚、糸島鶏、糸島野菜と、お料理にはよりすぐりの食材が豊富に使用されていますよ。糸島野菜は旬のもの、厳選された野菜を仕入れているそうです。続いてはカワハギの薄造り。おすすめのポン酢でいただきます。
高級魚フグを思わせるような白身とプリッとした食感、淡白ながら上品な味わいはカワハギならでは。もみじおろし、わさび、レモンで味の変化を楽しむのもいいですね。そしてこの肝がまた絶品。濃厚な味わいから海のフォアグラとも呼ばれているんですよ。ポン酢に肝を溶かして食べると、あー幸せー。新鮮だからこそ味わえる贅沢な味。薄皮をボイルしたものもいただきます。食感が変わっていいですね。小ぶりながら身の甘さも十分に伝わります。残ったアラを後作りでお味噌汁にできるそうですよ。さらにこちらで今人気のメニューが新鮮魚介の自家製一夜干し。鮮度抜群の旨みが凝縮されているため、刺身などとは全く違う美味しさを味わうことができるんです。しかもこの一夜干し、なんと自社工場で手作りしているのだとか。冒頭で紹介したイケス付きの車両で生きのいい魚を運び、専任スタッフが手作業で仕込んでいきます。自社で一から作っているからこそ、全ての工程を管理でき、他では味わえない唯一無二の一夜干しが完成するんですね。手間暇かけて作られた一夜干しの盛り合わせ、今日はアマダイ、イワシ、タチウオ、ヤリイカをご用意していただきました。この食べ方がワンダフル。自分で炭火の七輪で焼くなんて趣があってワクワクしますね。早速火を入れていただいて、七輪の上に一夜干しを乗せると煙がもくもく、鼻を突き抜ける炭火ならではの香ばしい香りがしてきました。パチパチジュージューという音を堪能しながら両面を焼いたら食べ頃。しっかりとした弾力があり、何より想像を超えるような甘みと旨み、魚の美味しさを最大限に引き出していますね。箸を入れるだけで身がほぐれる、この柔らかさ伝わりますでしょうか。添えられたすだち味噌の魚の脂と甘さとベストマッチ、箸が止まりません。まさに至福のひととき。こんなにお魚が美味しいと恋しくなるのが日本酒。実はこちらには全国各地から選び抜いた日本酒が用意されています。スタッフさん一押しは宮完売純米吟醸ウィンタータイム。柑橘のフルーティーな香り、とろとろクリーミーな口当たりですが、シュワシュワと爽やかフレッシュ。飲みやすく見た目も可愛くテンション上がりますね。とにかく豊富に揃っているので、飲み比べして自分好みのチョイスで楽しんでくださいね。店内には2名から利用できる雰囲気のいい個室がたくさんあり、そのすべてが掘りごたつ。周りを気にせず落ち着いて食事ができます。白木ベースのおしゃれなカウンターもありますよ。今回取材させていただいたのは土限界。糸島への直接仕入れから自社工場での手作業まで、さまざまな仕組みを構築し、美味しい驚きと感動を届けてくれる、まさに魚料理のワンダーランド。美味しいお酒と魚を楽しみたいときはぜひこちらへ。嬉しいポップも置いてあったので、ぜひチェックしてみてくださいね。福岡おるんやったら、土限界で新鮮な魚の活き造りと一夜干し食べりー。